いやっていうかね、でもね、マーさん、何ですか CLEL ってあるでしょ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、そう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 、はい、うん、その下の話って、うん、ミルワカのすっげえ序盤でしたんですけど、その下が、下って何ですか、またできるってこと、そう CL、うん、EL、うん、その次ができます、あれなんか言ってたかもしれない先生、その時は EL2 って話してるんですよ、ああ名前が決まってなくて EL2 って言ってましたね、そうそう、そしたらね、ちょっと EL2 じゃ締まり悪いもんね、そしたらね9月24日あのウェファ、いわゆる欧州サッカー連盟が、うん、はいはいはい、発表したんです。ウェファ、うん、ヨーロッパカンファレンスリーグができることに決まりました。カンファレンスリーグ、はい、はー、カンファレンスってあれだね、なんかこう西地区東地区みたいなことだね、アメリカっぽいね、なんかね、言い方をすればです。へー、カンファレンスリーグ、カンファレンス CL じゃん、じゃ、いやそうなんですよ ね, ね、でもヨーロッパカンファレンスリーグだからECL、 いやだって ECL じゃん。まあどうすんのかまだ分かんないですけど、ね、どういうことなんですかそれは。はい、ということで、はい、その新しくできる、はいはいはい、今回はね、新しくできるこのヨーロッパ の, そのカンファレンスリーグについて皆さんにご説明したいと思います。要はあれですよね、あの各リーグの3位4位とかってことですよね。そうなんです。ただちょっと難しいんで、はいはい、なんかプレミアとかがまず分かりやすいんだと思うんですよ。あ、そうだね。まあ大体これあの、はい、まあざっくりまず言うと、うん、EL 予備予選で負けちゃったところがそこに回ると。あ、そう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 。はははざっくりまず言えばね。面白いね。チャンピオンズリーグっていうところはもうヨーロッパ中のもうすんげえクラブがまあちょっとこう集まるわけですよ、番長同士が、そう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 、だから例えばプレミアとかであれば、まあ、前年のリーグ戦で1位2位3位4位あたりが行くようになる、そうですね、はい、でヨーロッパリーグというものに関してはこのプレミアで例えていくならば、それでいうと5位6位が入っていくと、だけどこの CL と EL っていう状態だと、じゃあプレミアなんてビッグシックスなんて言われたりする、うん、そうだね、わけですよ、ってなってくるとちょうど6チームでそのままスポット収まっちゃう、うん、じゃあ例えばそこに例えば該当しない、うん、例えばレスターとか、あー、そうだね、ウェストハムとか、はいはいはい、そのあたりってのは、うん、なかなかそういう欧州の舞台に行くことができないじゃないか、うん、ですね、確かに、特にプレミアなんかだとちょっとね、なかなか難しいよね、そうなんですよ、まあ、そこで、ね、レスターはそれこそ数年前一回やったってのはあるけど、やっぱり継続はなかなか難しいと、はいはい、はい、いうところと、あとはその CLEL にその出てくるそのメガクラブじゃなくて、メガクラブがいるようなリーグじゃなくて、はいはい、もっと全然、あー、そうだね、どこの国っていうところに関して言えば、もう知り合いなんてもう関係ないじゃないですか、キプロスとかもあるもんね、キプロスに強いとかあるか、そう、でも各リーグのじゃあ3位ぐらいになってきたら、うん、いや俺らもう無理やんってなっちゃうんで、やっぱりさ、ウェファとしてはそのなんていうの、上がりが多い方がいいから、そうなん、しかも ELCL やってるカレンダーで、うん、なんか試合を増やせればってことでしょ、ウェファ管轄、そうなんです、国際試合になるし放送権も売れるしってことでしょ、うん、はい、うん、出てきたのがその第3のリーグ、そうなんです、カンファレンスリーグというものが出てきました、これ面白くなりそう、それこそウルブス対どこどことかそういうことでしょ、そうですね、で優勝したら多分 EL に出れたりするわけですよね、正解です、はあはあはあ、まあ、一応ここ説明すると、うん、もともとねヨーロッパリーグ EL で優勝したチームというものは、うん、翌年チャンピオンズリーグの出場権を自動的に得ることができます、そうですよね、なんで今までだったら、はい、いわゆるオラが国ぐらいの例えば国だったとしても、うん、そこで例えば優勝して EL 出ました、うん、それで EL でも制すれば、うん、チャンピオンズリーグなんて本当だったら出れなかったはずなのに出ることができるんだ、EL って非常になんか近年夢のあるリーグですもんね、そうなんですよ、うん、だけどその下ができたことによって、はい、カンファレンスリーグでまず優勝できたら、うんうんうん、まず EL に自動的に出場出れる、なるほど、そうか、さらにその EL でも仮に勝ち進んだら、うん、2年越しの夢みたいな形で CL に出られる可能性だってあるわけですよ、なるほどね、いうことになって EL がやっぱ大きくなってきたことによってフランクフルトがね勝ち上がる姿がすごい大きく取り上げられたりと、世界戦みたいな気持ちで見れるし ね、あと数年前だったらあのウクライナで、うん、あのドニプロというチームがあったんですけど、ドニプロってありましたね、そう、ドニプロ、うん、ドニプロペテルウシクかなっていうんですけど、うん、まあ、ちょっと最近ちょっと振るわないんですけどいろいろあって、うんうんうん、ただそこがちょっと快進撃で、あともう一歩二歩ぐらいのところで優勝かっていうところも行ったりだとかもしたので、うん、可能性はある、これ先生あの逆もあるわけ、EL、CL、チャンピオンズリーグから EL に落ちてくるとこあるじゃない、それがあるわけですよね、 EL で途中で負けちゃってベスト16ぐらいで負けちゃった、これちょっと皆さん複雑なので、いやちょっと教えてほしいな、欧州ちょっと一個ずついきます、はいはいはい、
これ我々、J リーグのことばっかりやってると思ったら皆さん大違いですよ。我々は、はいはい、すっごい序盤でもう CL の予備予選の話とか6回目の動画とかで作ってるんですよね。あれちょっと早すぎましたね。早すぎましたね。早すぎた。でもあれ以来予備予選の話を我々する。そうですね、1年経ってやっとやる。そうですね。そうなんですよ。予備予選のあの表全部出してやりましたもん ね。チャレンジしてきました ね、 本当に、はいはいはい、実は、うん、あのヨーロッパのリーグが終わるのってだいたい5月6月とかだったりするんですけど、はいはいはい、うん、それ終わって約1ヶ月も経たないうちに、うん、チャンピオンズリーグとかヨーロッパリーグの予備予選って呼ばれるものが始まるんです。あ、そうですね。予選って何かっていうと、うん、例えばそのプレミアとかリーガのトップ層、うん、だからやっぱりメガクラブと呼ばれるところっていうのは、はいはい、チャンピオンズリーグのそのもうなんか決勝トーナメントの前にそのグループステージってありますけど、うんうん、 そうだね、そのグループステージにもストレートインが決まってる。リーグ戦が上位というのでも権利を持ってるね。そうそう、強いリーグはね。そうなんです、うん、だから例えば CL だったら32チームでスタートするんですけど、うん、20チームぐらいのストレートインは決まってるけど残り12チームぐらいを決めるぞっていうところがあるし、予選をやっていく。ありますね。面白いですよね。そうなんですよ。でその予選を戦ってって、はい、やっとその予選組は最後その、まあ、32チームの中に入れるかどうか、うん、あれはあれでしょ。ポット4のチームは大体そうなんでしょ。そうですね、ポット4に値するのが大体そういうことになってます。なるほどね。あ、そっか、はい、でスラビア・プラハとかそうなんでしょ。だからそうなんですよ。プラハスイスだっけ。プラハってうん、チェコ。チェコバカだな。俺バカだな。恥ずかしい。って言った時にでもチャンピオンズリーグの予選を、はい、うん、予選に出れるぐらいの力はあったわけです、はいはいはい、でそのチームが負けてしまった。はあ、俺らしいあれで終わった、もうあとリーグ国でリーグ戦しかない、うん、ってなるとあれなので、うん、な、ね、確かに CL の予選で負けると、うん、敗者復活があるんです。おお、はいはい。EL の予選の中に、うん、おい来たぞってので割り込める。ああ、なるほどね、はい、ほうほうほう。同じようにチャンピオンズリーグで今ちょうどやってるこのグループステージ、うん、4チームずつでやってるわけです、うん、各グループ。そうだね。4位のチームはそのまま負けちゃうんですけど、うん、グループの1位2位が決勝トーナメント、うん、4位は、ね、はい、ベストチーム4位は敗退、うん、3位のチームは、うん、EL の決勝トーナメントにストレートイン。ああ、よくできてますね。そうなんです。はいはいはい。だから負けたとしても、うん、CL で1回負けたとしても、うん、チャンスは残ってる。なるほど。EL の方にずれることができる。なるほどなるほどね。はい、おー、で同じように今回のカンファレンスリーグの方も、はい、EL の方で予備予選も含めて、うん、もしくは、EL の そのグループ選手とかで負けちゃったとしても、はあはあ、その場合はカンファレンスリーグの方にずれることができる。そうですか、そうですか、なるほどね、はい、なんで単純にいわゆる欧州 の そのカップ戦が、うん、まあ、3段階になったよって感じですね、うんうんうん、CL が一番上で。いいですね。いや、いいと思いますね。リーグ戦をさ、優勝以外でもその夢があるもんね。そうですね、やっぱり欧州の舞台で戦えるぞっていうね、うん、しかもクラブレベルでっていうね。だとだから日本人がいわゆるいろんなところで戦える機会も出てくるんじゃないかと思っていて、うん、あ、そうだよね。カンファレンスリーグに誰々が出てますとかね。そうそうそう、特にほらベルギー勢とかはそういうとこ出るでしょ、いっぱいね。出ることになると思うんですよ。ってなってくるとやっぱりあの他の国、例えば自国だったらこう知ってるじゃないですか。例えばベルギーリーグの中の方々はやっぱりベルギーリーグの中にいる日本人のことは知ってますよ、ね、ああそうだね。ああ、そうか、欧州でみんな注目される見本市ができるってことだね。そう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 。だから日本人からしたら、はい来ました。いや、いいよね。フランスのリオンとかと当たったりするわけだもんね。そう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 、そうか。先生、これあれどうなの、スーパーカップはどうなの。CL と EL のチャンピオン同士でスーパーカップやるでしょ。どうなるんだそれ。カンファレンスリーグと何三つどもえでやるのかね。うん、それに関しては、そんなわかんないよね。それはまずあれか。それに関しては、うん、あれは二つのものだからできるわけでね。あの今ですね、うん、僕その英語の文献みたいの読んでるんですけど。すごいね先生。読むことできるんですよ。書くのもできるんです。英語の見て今の説明してくれたの。はい、書くのもできるの。できるの。一応それぐらいの学歴だけは持った。頭いいな。ただね、まず僕、うん、英語喋れないの。喋、うん、れないの。あと聞けないの。ああ、まあまあそれはそう。これ全然関係ない話なんですけど、うんうんうん、あの僕ね、昔そのパーティーに呼ばれたんですよ。パーティーに。僕そういうのとてもとても苦手だから。大きなパーティーに。そう、うん、あの壁の方にいたんですよ。外人がいたの。外人が主にいる。パーティーがあった。そう、それで、うん、とある社長さんっていうか、うん、そこのいわゆるオーナーさんみたいなところが、うん、方が、うん、もうあの。登壇されていわゆるなんか喋ってたんですよ、うんうんうん、僕ねもう二言以外分かんなかったっす。英語でそのスピーチされてたんですけど、それは英語の県の人なのね。そう、僕二つの単語以外分かんなかったんですよ。
ハローエブリワン。うん、それも分かんなかった。うん、東京。しか分かんなかった。東京と、もう一個分かったのが、乾杯でした。日本語ですからね。何を笑ってるんですか。何の話。そう分かんなかった。何の話なんですか。読めるの。読めるんだけど聞けないのよ。これ日本の教育制度に問題がありますね。これね。そうだと思う。うんうんうん。で戻るんですけど、うん、はい、ちょっとねそこまでは書いてないので、どうなるかまだ分かんないというか、もしかしたらないかもしれないですね。さすがに ECL 優勝と EL 優勝組、いやこれでもちょっとまた楽しみになりますね。なりますね。カンファレンスリーグにこうね、 J リーグとかね、アジアチャンピオンズリーグから招待してもらえないですかね。面白いと思いますけど ね。でもただ凄まじくめんどくさいのが、仮にそれで優勝しちゃったらどうするのっていう。優勝しちゃって、そうだね、 EL 参加しなきゃいけないとかになるでしょ。それでまたそれで EL 優勝しちゃって CL 取っちゃうと欧州王者になっちゃうんですよ。クラブワールドカップがわけわかんないもん、ね、いやいや、まあまあそうだけどさ、コパアメリカとかも日本呼ばれてるって十分舐められてるんだよね。優勝はないだろうみたいな ね。うん、まあでもね、でももうあれですよ、50年後とかもっと飛行機とか安くなるでしょきっと。だもっとだってどこでもドア、どこでもドアができるでしょ。できるできる。だからもう関係ないよ。関係ないです。ワールドリーグができる。ワールドリーグ、ね、カンファレンスリーグ。そしたら日本のチームって、いやーすごい、ワールドいくつとかになるんですかね。いやそうですね、鹿島とか案外高そう。そうだよね、はい、いやいや、そうそうそう、それ面白いね。ワールド4とか入ってもおかしくない。でも一体 何部リーグになるのか分かんないけど、でもそうなるとどこでもドアの時代になると、もう遺跡とかももうぐちゃぐちゃだろうね。外国人枠とかもほぼないだろうし、わけわかんないでしょう、ね、ね、ああいいことですよ ね、うん、それこそ海外資本いっぱい入ってくるかもしれないですね。ですね、うん、そういうことですね。シティがマリノスとかだけじゃなくて、あ、確かに、ね、全然あるんじゃないですか。そうだね、だから本当に石油王が日本のチームとかっていうことも取り得るだろうし、もう今ね、あの寝ないでもう少しでどこでもドアの理論がたどり着くっていう方、はい、聞いてると思うんで、ええ、頑張ってください。急に何かと思えば、サッカーが面白くなるわけですからね。まあそうですね、まあそういうリーグがとりあえず、まあできますと。カンファレンスリーグの決まり、はい、もうロゴマークとかもあるわけ。まだです、まだ。ただ、いつからスタートするかも決まりました。お、このあの私からじゃ発表させていただきます。お願いいたします。はい、2021シーズンからです。おお、もうすぐだね。はい、次の次とか。そう、ああそう、始まっちゃいます。結構だからすぐ起こりますね、うん、いろいろ増えてますね。ウェファ管轄はあの国際試合もネーションズリーグとか ね、カンファレンス大丈夫かね選手。まあ大変でしょうけど、まあ、でも ELCL 出ない選手だからね。まあそうですね、だから逆に交通費とかのそのお金の工面大丈夫かというチームも出てくるでしょうけど、まあ大丈夫なチームしか多分になるわけだし、ね、そうそう、あれにしかならないと思うので、うん、日本人からしたらあの本当によりいろんなチームに見てもらえる移籍の可能性、うん、ステップアップの可能性が増えると思ってくれれば、皆さんにとってはいいんじゃないのかなと思うわけです、はいはいはい、であともう一つお話、 ACL2 はできないんですか。あ、できてもほしいな、ね、確かに、ね、でもさすがに辛いでしょうね。2はほら東と西分けたらいいじゃん。いやというか、うん、もっと言っちゃえばですけど、日韓中、東アジアとかね、日韓中。いやっていうかね、まあ、うん、実際これ僕言いたいというか、はい、これどうって思うのが、今回例えば CL は32なんですよ、うん、32チームでやるんですよ、はい、その上の方はね、はい、そのグループステージっていうのは、はいはい、でヨーロッパリーグは48なんですよ、はい、でこのカンファレンスリーグも32なんですよ、ね、だけど欧州全土で32、うん、48、32でしょ。そうだね、要は、うん、でACL に関しては、うん、その西と東みたいな感じで、うん、それこそもしくはなんかもうちょいチーム数ちょっとキュッとしちゃって、うん、それでアジアチャンピオンズリーグと、うん、なんかアジアンリーグみたいな、あ、そうですね、うん、ACL と AL でもいいかもしれないし、うんうんうん、なんかそれにしてもいいんじゃないのかなって思うんですけどね。そうですね、そうそう、うん、で日本だったら5位ぐらいというか4位までのリーグの中では4位、トップ4と、あとは天皇杯優勝チームがいけますよとかでもなんか面白い気がしますけど、うん、いろいろなんかワクワクしてますね、いろいろ考えるとね。そうですね、うん、まあ、ただやっぱりそれ考えるとこう東南アジアとか含めてその交通がうんぬんとかが出てきちゃうかもしれないから、まだないんだと思いますけど、まあただ今後もしかしたらね、やっぱりそのどこでも、まあ、ヨーロッパに習っていくんでしょうから、うん、全てはね、かそれが先にできるのか、うん、ワールドリーグが先にできるのか、あ、どっちかかもしれません ね。そうだね、うん、
よりクラブの時代になっていくのかもしれませんね。かもしれませんね、うんうんうん、まあ、ということです。今回の UEFA、カンファレンスリーグに関してお伝えさせていただきました。カンファレンスってどういう意味ですか。よく言いますよね、東カンファレンスみたいな。あ、言いますね、そういえば、ね、カンファレンスってどういう、なんか地区みたいなことですか。地区だと思うんですけど、ね、ウエスタンカンファレンス、ウエスタンカンファレンスって言いますからね。あ、じゃあ地区か、地区リーグ。でもそうでしょうね、カンファレンスで考えたら、うん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 、なんか分けるんですかね、ヨーロッパはいくつかにね。あとはあれじゃない、ヨーロッパいくつかに分けてそこでやるんじゃない、まず北欧は北欧とか。だからカンファレンスなんじゃない、勘で言ってますけど、ね、リベリア半島はそこでとか。元々の基本の意味で考えたら、あの会議ってはあるんですよ、カンファレンスって元々、うん、はい、あ、そうだね。だからそれからどうなのかなと思ったけど、ちょっとこれに関して一回見ておこうと思います。なんかなんでカンファレンスにしたのかな、多分意味があるんでしょうか。それちょっとどっか、いろんなところから移動困んないとこから始まるのかもしれないですね。かもしれないですね。地区ごとのね、地区ごとで予選やってとかね。あのアメリカのバスケとかそうですもんね。そうですよね。あそこの勝ったらその上までつながってるって感じ、なるほど、はい、ということでした。よう分かりました。ということで、ということで、これでも J リーグの J カンファレンスリーグみたいなのあったらちょっと面白いですね。年間で J1 J2 J3 で関係なく別リーグとして大変だな、ね、九州なら九州、九州なら九州、ね、北海道はもうコンサドールが優勝です。いやあ、でも JFL とか入れてね。そうですね。ああ、ちょっと面白いかもしれない。勝ったら盛り上がっていくみたいな、ね。あとはね、うん、今中村敦隆がハットトリックしたということで。え、そんな情報が届いた？ということで今から我々は、まはい、後で天皇杯、天皇杯の動画も撮って。終わりました。続いて天皇杯の動画をね、お聞きいただきたいなと。はい。まあ順番絶対前後するでしょうけど、ね。はい。はい。そっか。そっか。さあ起きたら毎朝届いてる目標にですね、我々毎日やっておりますので、ぜひね、サッカーを楽しむ。人助けになればと、役に立てればということでございますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。イベントが10月17日にやります。これはね、トークライブということで、はい、大阪ドリームシアターの方で行いますので、ぜひご覧ください。今回はミルアカの1周年記念でございます。なるほど、ありがとうございます。ということで、お待ちしてます。先生ありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。どうもでした。